俺が先導する。数日後、大量の避難民たちは食料確保のため荒れ地の開拓に回された。しかし食料難は避けられず、翌年の846年、中央政府はウォールマリア奪還を名目に、大量の避難民を作戦に投入した。その数25万人、人口の2割に相当したが、生存者はわずか百数十名。その犠牲で残された人々の食料不足はわずかながらに改善された。全部巨人のせいだ。あいつらさえ叩き潰せば。俺タルミ、俺は来年訓練兵に志願する。巨人と戦う力をつける。僕も。私も行こう。ミカサ、お前はいいんだぞ。生き延びることが大事って言ってた。そう。だから、あなたを死なせないために行く。わかった。三人で。ただいまより、第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。貴様らを歓迎する気は毛頭ない。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜、家畜以下の存在だ。そんなクソの役にも立たん貴様らを我々が3年かけて鍛え上げる。巨人と戦う術を叩き込んでやる。3年後、貴様らが巨人の前に立った時、ただの餌のままか、あるいは王を守る名誉ある壁となるか、または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。戦わなければ勝てない。落ち着いて。みんな休んどけよ。どうだ、こっちはどう。俺がやらなきゃ。何でも試すしかねえ。前陣は任せた。これはチャンスだ。これで決めてやる。一撃一撃やる。
い貴様、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。貴様は何者だ。トラスト区出身、ジャン・キルシュタインです。何しにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。ふん、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。何しにここに来た。ウォールローズ南区時代町出身、マルコ・ボットです。憲兵団に入り、王に衣を捧げるために来ました。そうか、それは結構なことだ。目指すといい。だが王は貴様の体なんぞ欲しくない。次、貴様だ。貴様は何者だ。コニー・スプリンガー、ウォルローゼ南区ラカコ村出身です。逆だ、コニー・スプリンガー。最初に教えたはずだ、この敬礼は公に心臓を捧げる決意を示すものだと。貴様の心臓は右にあるのか。おい貴様、何をやっている。貴様だ、貴様に言ってるんだ。何者なんだ貴様は。ウォールローゼ南区ダーパー村出身、サシャ・ブラウスです。サシャ・ブラウス、貴様が右手に持っているものは何だ。孵化した芋です。調理場にちょうど頃合いのものがあったので、つい。貴様、盗んだのか。なぜだ、なぜ今芋を食べ出した。冷めてしまっては元も子もないので、今食べるべきだと判断しました。いや、わからないな。なぜ貴様は芋を食べた。それは、何故人は芋を食べるのかという話でしょうか。戦闘開始。落ち着いて。仕留める。どうだ、これはチャンスだ。邪魔だ、くらえ。私に任せて。これで決めてやる。行くぞ。何でも試すしかねえ。調子に乗るな。落ち着いて。仕留める。任せる。こっちはどう？落ち着いて。仕留める。行くぞ。でも試すしかねえ。
調子に乗るな。どうだ。お願い。みんなは休んどけよ。これで決めてやる。邪魔だ。どうだ。こっちはどう。落ち着いて。仕留める。あとは私に任せて。調子に乗るな。落ち着いて。仕留める。生き残ることができた。